今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。今日から体操遊びでは縄跳びが始まりました。子どもたちの中には何人かの子どもたちが今日から初めて縄跳びやってみるんだっていう子がいたんですが、実際梅組さんの体操遊びの番になって縄跳びを持ってやってみるとすんなり跳べることができて、なんか初めてなのに子どもたちの感覚ってこういうものなんだなっていうのが改めて感じることができました。そして、上手に跳べる子もいるんですけど、一生懸命子どもたちが縄跳びに挑戦する姿が見ることができてとても嬉しかったです。そして今日英語と体操の時間の合間に12月に飾る壁面制作の方を行いました。めぐみさんでは12月はケーキをみんなで作ったんですけど、子どもたちにもう本当に自由に何のケーキにしようかなとか何の飾りをつけようかなっていうのを自由に作ってもらったんです。で、作ってるところを一人一人よく見てみると、もういちごの細かい粒まで表現してハサミで切って貼り付けている子や、なんか中にはこういうケーキもあるんだっていうので、なんかマカロンとかマフィンとかを乗せてケーキを作ってる子が中にはいて、早く飾りたいなって思いました。はい、これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。